にちは、パンゾーです。今日はライ麦のパンについて、ちょっとお話をしたいなと思います。ライ麦を入れてパンを作る時ってちょっとベタベタしているって思われた方は多いと思うんですよね。でこねにくいなとか、ライ麦が多くなればなるほど、ベタベタ感がしてくるっていうことをね、感じている方がいらっしゃると思います。でこれはですね、ライ麦の中の、成分として、吸収率がすごくいいんですね。もともと含まれている成分なんですけれども、強力粉で作ったものとライ麦で作ったもの、同じ水分だとしてもライ麦の方がベタベタ感が残ってしまうというのでね、ちょっとこねにくいなって思われている方もいらっしゃると思います。ドイツパンなんかはね、がっちりとした重い感じのパンになっていると思うんですが、それはライ麦の成分としてグルテンをね、形成しないっていうことがありますので、せっかくこうね、膨らもうというか、ガスをこう酵母が出しても、それを包み込むグルテンがないので、ふわっとしたね、膨らみのあるボリュームのあるパンにはならないっていうことになるんですが、その分そのライ麦の持っている特性として、吸収率がいいっていう、水分を抱き込むっていうことがありますので、しっとりして、もっちりしたパンになっていくっていう風になります。で、こねにくいなって思ってらっしゃる方も多いと思うんですが、その分いいことがありまして、もちがいいんですね。で、焼いたばっかりよりもやっぱりその翌日に、置いたパンとか、あと2日後に置いたパンの方がしっとりとして、美味しく感じられるっていうこともあります。で餅としても普通のパンが例えば、そうですね、条件があまり良くなくって、3日ぐらいでカビが生えてしまうとか、3、4日ぐらいですかね、平均的に、カビが生えてしまうということがあったとしても、ライ麦のパンはだいたい1週間ぐらいは、2倍ですねぐらいは持つんですね。でかえってその方が美味しかったりして、吸収率、その、ね、水分の吸収率がいいので、しっとり感が長持ちして、老化しにくいっていうことがありますので、その分楽しめる、長く楽しめるパンだなとは思います。ライ麦の良さっていうのはね、そういうところにあるかなって思います。それもね、ご参考にしていただいて、ライ麦のパンを作っていただけたらいいなって思ってます。それでは